こんにちは、速稼塾の久保です。ポイ活してますか？今日はね、元手が必要なやつをやっていきましょうか。元手が必要ですけども、でもね、これはね、すごく稼ぎやすいなと思っております。ちょっととっつきにくいなって感じる方もいると思いますけども、だからこそ報酬が高いんですよね。でもやってみるとこれ簡単ですよ、簡単なんだけども馴染みがないから難しそうで敬遠しちゃうんですよね。だからね、これ成果条件もすごく緩いんでね、これ書いてある通りにやれば、今日は8500円と6000円、2件やって14500円、いかがでしょうか。これ多分時間にしてね、10分とかだと思いますよ、非常に簡単じゃないかなと思います。ただやっぱりね、何の案件に申し込んだのか忘れちゃいけないんで、私メモを取りながらねやってるんですけども、メモを取りながらやっていくと、ちょっと時間かかるかな。でもまあ20分かかんないですよね。ちょっと見てみましょうか。案件だけ見てみましょう。画面切り替えて案件を見てみますね。モッピーの方で、これ見てください。SBI っていう風に検索窓で打つじゃないですか。そうするとね、この SBI ソーシャルレンディングっていうのが始まります。これ必要な金額5万です。5万円を、ソーシャルレンディングって言って、お金を貸すんですよね。投資したい人に。貸して、で、利回りもちゃんと入れるんですよ。ちょっとクリックしてみましょうか。利回りも入れますよ。で、獲得条件すごい簡単でしょ、これ。見てください。3行しかないんですよ。新規会員申し込み後、投資家登録及び5万円以上の出資完了。要するに5万円を出資しますよっていうふうにやると、配当もいただけるし、で、8500円ももらえるってことです。で、この米印は初めて使われる方でしょ。で、フォーム入力から45日以内に5万円入れてくださいってことなんで、手元に5万円あればもうできるわけですよ。私5万円はないですけども、今4万1483円あるんで、これ飛び込んでみようかなと思います。ポイントゲットね。これが1件で、もう1個はこれ同じく SBI なんですけども、バーチャルカレンシートレードです。6000円もらえるでしょ。こっちはね、1万円必要なんですけど、5万円ない方はこっちの1万円っていうところ行ってみたらいいと思います。暗号資産新規1万円以上購入ってことです。だからビットコイン1万円でも買えばいいんじゃないですか。クリックしてみますよ。これもね、ポイント獲得条件すごくシンプルです。ね、6000円もですよ。で、まずは新規メールアドレス登録後60日以内で暗号資産新規1万円以上購入です。通貨指定ありません。決済カウントなし。だからビットコイン1万円買ってほっとけばいいんじゃないですか。もちろんビットコインが暴落したらね、その1万円で損こいちゃうってこともありますけども、6000円までの損だったら許容できるんじゃないですかね。取引を複数回に分けた場合でも、累計の暗号資産新規購入金額が1万円以上であれば正規、成果対象ですよね。だから1万円買えばいいんですよ。イーサリアムと XRP と BTC にそれぞれね、3、4000円ずつ買ってでもいいです。そうですね。で、初めて申し込みされる方って出てますね。SBI、バーチャルカレンシートレード。通貨ペアは問いませんって書いてますね。あとは本人の名義が必要になります。当たり前ですよね。当たり前のことしか書いてないですね。もう以上ですよ。簡単ですね、この2つ。私やりますよ、この2つ。はい、ということでね、暗号通貨ですとか、ソーシャルレンディングって言って、お金を誰かに貸しますよ、みたいなことに、馴染みの薄い方は、ちょっととっつきにくいかもしれませんけども、だからこそ報酬高いんですよ。これ作業むちゃくちゃ簡単です。で、リスクがあるかって言われたら、それはね、ゼロではないですね。ゼロではないけども、まあね、SBI、バーチャルカレンシーですからね、SBI って冠についてるんで、まあ、その他の会社よりは、だいぶ安心じゃないかなと思いますね。まあ、私はこの2つやってみますよ。で、やってまたね、皆さんに成果なりをお見せしたいと思います。本当、簡単ですね、これはね。